リバプールに所属する29歳のオランダ代表 MFG ルジニオ・アイナルドゥームは残留を希望しいるようだ。9日に A メディア、スカイスポーツ報じている。今シーズンのリバプールはダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施、リバプールとの契約期間が残り1年であるこに加え、バルセロナの新指揮官に就任したロ・ルド・クーマン監督が、これまでオランダ代でも一緒に仕事をしてきたワイナルドゥム補強のターゲットにしているとの情報が伝えられたため、ワイナルドゥムが移籍する可能が浮上していた。しかし、同メディアによると、イナルドゥムは、リバプールとの契約延長を生んでいるという。現地時間16日に、リバプールをいる、ユルゲン・クロップ監督と将来について会談を行う予定のようだ。果たして、ワイナルドゥムは、リバプールと新契約を結ぶことになるのだろうか。両。